8月10日、駐中国アメリカ大使館のウェイボーとツイッターの公式アカウントのアイコン画像が変更されました。ロゴの北京中国の文字が北京に変わり、中国の文字がなくなっています。このニュースは様々な憶測を呼んでおり、一部の中国のネットユーザーはアメリカが中共を正当な政権と認めず、台湾と国交を結ぶことを意味するのではないかと述べています。アメリカのアザー厚生長官が台湾を訪問した8月10日、北京のアメリカ大使館のウェイボーとツイッターの公式アカウントは、青地に白文字から白地に黒文字へとロゴを変更しました。また、五芒星も金色から黒へと変更し、さらに北京、中国の北京の文字だけを残し、様々な憶測を呼んでいます。このことは中華圏で議論を巻き起こしています。ある WeChat ユーザーは、この2年間で米中対立がエスカレートし、アメリカは中共と中国人を別々に扱い、一部の中共政府関係者に制裁を加えた。さらに、香港国家安全維持法が施行され、逮捕者が続出している状況で、ロゴから駐在国名を削除したのは何かの宣言なのか、それとも暗示なのか、それとも完全なデカップリング、国交断絶、戦争という次のステップへの序章なのだろうか、興味をそそられると述べています。我一看到那块标啊，去掉一中国两个字啊，我就认为他想表达什么意思啊？中国现在的现状是有两个政，一个叫中华人民共和国，一个叫中华民国。他现在把那个中国去掉，那么两个政府他选择哪个政府呢？我觉得选择中华民国。昨天就发了朋友圈，我说欢迎美帝国主义与中华民国恢复外交关系。中共的大使馆不代表中国，是代表中共。中国跟中共是有区别的，等于美国不承认中共是合法政权。ネットユーザーらは様々なコメントを残しています。非合法政権は中国を代表できない。北京を北平に変えていないだけメンツが保たれている。アメリカは間もなく中華人民共和国と断交し、中共政権の正当性を認めないと宣言し、中華民国が中国唯一の正当な政府になるだろう。大家都往这个方向倾斜的话，也说明很多人很期望美国能跟台湾建交。我也听到一些内部消息说，美国政府也有这样的打算，要跟台湾建交。他们做制衡共产党的一个方法，也就是说，川普政府有考虑这么一个方法。また、あるネットユーザーは、これはまさにアメリカの脱中国化における重要な一歩であり、中華民国を再び偉大なものにしてほしいと述べています。NTD ジャパンがお伝えしました。